17日のプロ野球工事でソフトバンクは近藤健介外野手の出場選手登録を抹消した。近藤は京セラドームで行われた16日のオリックス戦で2投に成功した際に右足首を痛め、試合途中で交代。同日中に病院を受診していた。美人妻の中でも、ひときわ輝く元日ハムスラッガーの妻、か、かわいい。 移籍2年目の今季はここまで全129試合に先発出場。リーグトップの打率点314、19本塁打、72打点を記録し、チームを牽引していた。チームの優勝マジックは5、歓喜の瞬間を目前として、離脱することになった。近藤に代わり河村優と外野手が登録された。 河村は今季79試合の出場で打率点 248, 本塁打0の9打点だった。ファームでは13試合で打率点 234, 本塁打0の6打点だった。日本ハムは柳川大成投手を抹消し、この日のソフトバンク戦での先発が予定されている山崎幸也投手を登録した。柳川は19試合の登板で1勝3敗。 8セーブで防御率4.05だった。ヤクルトはサワ沢井連外野手を抹消した。12試合の出場で打率点160、1本塁打4打点だった。